海だとね、これ日本製なんだよね。普通なんかオーストラリアとかね、作ってる人がアボリジニとかあるとか思うんですけど、それだからオーストラリア料理です。僕もらったのはなぜか、どうだったっけな、アメリカのテキサスなんかで作ったものに書いてあった。もともとこれ木が打ってあるんですよ、木の釘みたいに。これ入ってる小石が落ちないように最初的な時は多分木の実かなんかの感じだったと思うんですけど、多分これは小石だと思う。気持ちいいですよ、素晴らしいですよね。じゃあ海ということで、ちょっとジャマイカへ並ぶ、あ、どうもジャマイカの練習がちょっと今回出れなかったですね。サイモルズさんの感想とかあるんですけど、でもまあ、あってね、最後重なっていくっていうのはすごいなと思うんですけど、カルルイスさんもそうだと思うんですけど、まあ、そのジャマイカのメドレーここでやっちゃっていいですかね。いいですか、どうぞ。どうぞ。どこでもカリプソっていう、エブリウェア・ウィプレイ・カリプソっていう曲と、ソリノリンっていう曲を作って、それと、民謡で、サラバじゃなく、で最後が、やっぱりこれも民謡だと思うんですが、セント・トーマスっていう、これ、まあ、ソリノリンズの歌曲になってます。3曲続けて、お出していただきます。まあ、途中で喋れたら、2曲でやめます。最後にまた、撮っていきます。Thank you.
無限にあるわけですよ。だから先ほど言ったまあ音を組み合わせしてもうないよねとかいう
たちもいるんだけど、いやでもいろいろ今そういうことを戻る人はねあって、これなんかも多分ピアノとかやってて、こういうそういうなんていう ピアノ的な音感のある人にはなんか狂ってないっていうふうに思われちゃうんですけど、例えばですけど、まあ、ここまでマイヤーねっていう感じですね。まあ、ここまでもマイヤーだと、まあ、ここまでもね、なんか民謡っぽいじゃないですか。でその上行くとね、ここまでマラもいいねと、あれとか思って、え？なるんですよ。あ？ってこう今自分で出すと、ちょっとこ多分ピアノやってきたらこけると思うんですよ。どの世界行っちゃったのみたいな、始めと終わりでこう違う世界行っちゃってる、まあ裏みたいな、それこそなんかゆっくりと聞かれて、非ゆっくりと聞かれて、裏行っちゃったみたいな感じで、こう低くなってるよねとか思うわけだけど、これが実はですね、こうなんていうんだろうな、こうなんかこう一緒に叩いていくね、自然でしょ、全然このいわゆるバイオンというんですけど、その響きの中に入ってるんですね。まあそういう、まあそういうところからブルースのちょっと変な音っていうね、両足が汚くなるのも生まれたんじゃないかっていう説もあるんですけど、こっち何か同じアフリカなんですけど、広々してきてですね、このアフリカも広い国で、意外とですね普通なんですよ。僕らが知ってる音楽は。それこそ、はるばる北で函館ができそうな感じでしょ。ちょっとあれはまた人工的な音階なんだけど。